こんにちは、創価学会員のエドモン・ダンテスです。今日も音楽の歌詞をもとに創価学会のご所講義をさせていただきますので、よろしくお願いします。第9回目は XJAPAN のダリアをもとにホッケ初心成仏章をなるべく短い時間で講義します。ではダリアの歌詞を聴いてください。私たちの生命は過去、現在、未来の三世を貫いて永遠に続いていきます。たとえ綺麗な嘘で取り繕っても、自分の行動、発言、心の中で思っていることが原因で良い結果、悪い結果となって自分に返ってきます。新人間革命第25巻共戦の章176ページ。現在の自分の境遇は決して偶然ではない。経文に、過去の因を知らんと欲せば、その現在の果を見よ。未来の果を知らんと欲せば、その現在の因を見よ。とあるように、現たる生命の因果律があります。と池田先生は言われています。自分で作った過去の悪い原因があり、その結果、現在の自分が悩んでいる。未来に良い結果を求めるなら、今現在に良い原因を作らなければなりません。大切なのは今を、現在をどう生きるかです。未来のため、自分にとってやるべきことを明確にして祈り努力していくことです。信心根本に人間革命していくことです。では次の歌詞を聞いてください。私たちの信心は涙を流し感傷に浸るための信心ではありません。自分のことで泣いているだけでは何も変えることはできません。処方実相症5書1361ページ6行目、日蓮は泣かねども涙暇なし、この涙世間のことにはあらず、ただひとえに法華経のゆえなり、と仰せです。大聖人は声を出しては泣かないけれども、心の中で涙を流されているのです。しかもその涙は世間のことで流す涙ではありません。ただ妙法を流布して末法の一切の人々を救おうとされて流されている涙です。大聖人のように星が輝く宇宙から小さな地球を見るような境界になっていきたいものです。では次の歌詞を聞いてください。ここの歌詞で生まれた意味と出てきますが、生まれた使命
と捉えてください。新人間革命第30巻上泰山の章102ページで戸田先生は池田先生へ言われています。私のこの世に生まれた使命はまた君の使命なんだよと。また私と君とが使命に生きるならばきっと大聖人のご有名も達成する時が来るだろう。誰が何と言おうと強く強く一緒に前へ進むのだと。私たちの使命も生涯池田先生と共に高専ルフのために戦うことです。その中にこそ真実の絶対的な幸福があります。では次の歌詞を聞いてください。それぞれの夢抱きしめ夜明けの空を。ここでは飛び立てない鳥をカゴの中の鳥と置き換えてください。法華初心成仏章五章557ページ6行目、我が古心の妙法蓮華経を本尊と崇め奉りて、我が古心中の仏性南妙法蓮華経と呼ばれて現れたもうところを仏とは言うなり。解説すると、自分の心を妙法蓮華経の本尊と信じて南妙法蓮華経と唱えることにより、自分の心の中にある仏性が呼ばれて現れる。それが仏と言うんです。池田先生が正代でなぜ仏戒が出るのかを分かりやすく教えてくださっています。それは南妙法蓮華経が仏の生命の名前だからです。皆もそれぞれ名前を持っています。〇〇さんと呼ばれればはいと言って振り向くよね。同じように南妙法蓮華経の題目を唱えることで、自分の中から仏戒の生命が呼ばれてはいと元気よく出てくるんだと。新人間革命第19巻法灯の章300ページ、仏は遠い彼方の世界にいるのではない。また人間は神のしもべではない。我が生命が本来尊極無常の仏であり、南妙法蓮華経の灯体なのであると書かれています。自分自身に仏性が備わっていることを信じましょう。題目で仏性を表していきましょうね。では本文の続きに大聖人が例えを用いていますので読みます。例えば、籠の中の鳥鳴けば空飛ぶ鳥の呼ばれて集まるがごとし、空飛ぶ鳥の集まれば籠の中の鳥も遺伝とするがごとし、口に妙法を呼び奉れば我が身の仏性も呼ばれて必ず現れたもん。解説すると、カゴに閉じ込められた鳥がおーいと鳴けば、空を飛んでいる鳥がどうしたーと集まるようなものです。大空を自由に飛ぶ鳥が集まってくれば、カゴの中の鳥も出ようとするものです。大空を飛んでいる鳥が一緒に世界へ羽ばたこうよと籠の中の鳥に言っているかもしれませんね。未来部の皆さんにはぜひ世界に羽ばたいていってほしいです。そして世界中の人々の仏性を呼び覚ましていってください。勉強頑張ってくださいね。では皆さん、それぞれの夢を抱きしめて青年の心で夜明けの空へ羽ばたきましょう。それぞれの夢抱きしめ夜明けの空を。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録していただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。以上、ダンテスでした。